はい、これから光文堂に向かいたいと思います。ここがね、またねテンション上がるんですよね。ここの岩場をそのまま行ってっていうわけではなくてですね、ここを渡るんですね。うん、ここなかなかねスリルがあって、まあ、そんなにねよほどヘマをしなければ、このね川の中に身を投げるような形になることはないと思うんですが、こういうところね、ほのかに怖いというね、このカメラのねモニターに気を取られているとね、一瞬目がくらんで、ズボッとね足踏み外すという場合もあるんで、それ気をつけながら。めっちゃ目かゆいな俺。さっきのあの廃墟ね、撮ってたあたりですげえ目かゆくなってきて、あの右目だけ、片方だけね強烈に今かゆいです。うん、で左目のね何でもない方は本当になんともないんだけど、うん、これね今誰もいないと思うんだよね。うん、もう誰がいるとかいないとかを異様にね気にする私でございますっていう。よしよし、ぐい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 歩いてですね、よいしょ。まあね本当にマイナスイオンたっぷりで、今片目つぶりながら片目つぶりながら撮影なんですが、かゆう、うん、なんでこれ目薬さそう、これ終わったら。競泳橋っていうのはあれですね、競泳橋、競泳トンネルじゃなくて、競泳橋ってどこのこと言ってんの。ああ、あれか、トンネル出た後のあの旅館とかが近くにあったあれだ。はいはいはい、多分そうで、ここで俺ねいつぞや、危ねえ危ねえ、何これ、いつぞやかね俺ねすげえ病んだことがあって、なんか知らないけど、若い時かな、だから2000、若くはないか、あでも若かったかまあいやいや、なんかね俺仕事のことですごい悩んで、で今後俺はどうしたらいいのかとか、うん、なんかねいろいろ闇を抱えてですね、で一人でここ先ほどの、そうですよ、あのお弁当屋さん、同じお弁当売り場で五井駅のねお弁当買って、ここでね俺その時何食べたかな、アサリ弁当だったような気がするな、同じくさっきのと違うタイプ、アサリ丼っぽいやつ、うん、買って、ここでねこの景色なんですよ、ここを眺めながらですね、自分自身の、ね今後に自問自答しながら、いやーこれいいですよね。これ今動画なんでね、横長の画面になってるんだけど、これ写真で撮るなら縦でね撮った方がいいかもしれない。うん、このちょっとこう谷になっててね、うん、いやーこれ、そう正月来た時もねこんな感じで、一緒に来た友達も結構喜んでて、光文堂跡、ここ下降りられるのかな、ここは無理だけど、行けなくは ないどっかから、やめといた方がいいか。でね、あいや、その前に、あこっち行けるかな、行けそうだね、ちょっと行ってみようか、足を滑らせないようにして、こう湿ってるんでねちょっと気をつけましょう。よいしょ、よいしょ、うわーこれ、あここら辺がむしろ滑りやすそうだな、ちょっと、ね、粘土状になってる部分が、危ない危ない、あーいいじゃない、これか、
ちょっと今ね、逆光になってて、分かりづらいかな。もうちょっと横に置けますか。こんな感じなんですよね。いやー、これ癒されるな。うっかり足を滑らせないようにしないと。水はね、冷たいのかな、これ。あ、冷たい。冷たいわ。いいね。戻ろう。いや、そうね。だからまあいろいろね、その人生に迷いが出た時にですね、そこ先ほどのねベンチからずっとね1時間ぐらいなんやかんや座ってたかなって、なんかいろいろ思い返してですね、でその時はね人が全然来なかったんですよ。1時間ずっと座ってたけど、でいろいろね今後の身の振り方とかね、考えて、でそしたらね私のねそのもう付き合いもなくなってんだけど友達がいて、でそいつもねなんか就職活動で、あ、転職活動かで迷いがあって、でっていう話をしてて、いや俺ねつって、一人で養老渓谷行ってねこの前つ、でいろいろね景色とかね見てたら、もう気分転換になって、いいこのね前向きな気持ちになれたよつったら、あ、じゃあ俺も行ってみるつって、で行って、でいやー、丸丸さんよかったよと、行ってよかったつって、なんかあれだね、気持ちが前向きになるねみたいな話をしてね、そういうことを思い出しますね。なので、まあ、気持ちが病んだ時も、そして、まあ、平常心というかね、普通の状態である時でも、ここに来るとね、気持ちがリフレッシュされて、個人的には好きな場所ですね。はい、じゃあ一旦カメラ切ります。でね、そこに洞窟っぽいのがあるんだよね。これなんだろう。洞窟ではないか。なんだろう。あ、でもそこで終わりか。なんか意図的にね、そこを掘られた穴というかね、そういう感じになってるけど、でここね通行止め、本当はねここぐるっとこう回って、で何個か前の動画で紹介して、まあこれから行くんだけど、出世観音の方に出るルートなんですよ本来は。でただ今通行止めで、ここで引き返すと思うじゃないですか。ちょっと行ってみ見ちゃいます。本当はいけないよ。人来ないね。ちょっと行ってみましょうか。よいしょ。いや、もちろんね、これ以上ダメだっていうところで、ちゃんと引き返すんですけど、多分ね、これもね、まあ、房総のね、南房総ハイキングであるあるなんだけど、2019年の台風で、おそらく、ここの先のね、道が、崩落した、じゃないかなと、思うんですよ。なので、通れなくなってしまったということなんじゃないかなと今予想しながら、この道を進んでるんですけど、まあさすがにね、ああやって通行止めになってるんで、ね、この道を行けばどうなるものかっていう気持ちでですね、突き進んで、怪我でもしたら危ないんで、まあそこそこのところで引き返しますけども、ああ、確かに、こりゃダメだ、という雰囲気が漂ってきました。どれどれ、限界突破しちゃうとまずいからね。限界突破ってワードもさ
まあちょっとあるあれがもあの元ネタなんだけど、まあいいや。あでもこの辺までは大丈夫だけど、あ道が崩落してるっていうよりは、あ崩落してんな、崖崩れかなんかかな。ここね行けるんですよ本当は。ただ極端にこれ今道が細くなっててってことなんだね多分ね。これ行けって言われれば俺行けると思うんだけど、ちょっとやめときますわ。この先はちょっとやばそうな気がする。その道幅だったらいけるとは思うんだけど、うん、ずるっといったらやばいんでね、戻りましょう。まあそういう理由でここが今通行止めになっているという状況ですね。でこれでさ戻ってさ、ちょうど人がそこら辺いると罰が悪いんでね、うん、誰もいないことを願いますが、うん、そこ戻ったらじゃあ公文堂あと公文堂後編終わりにしようかな。うん、いや本当ね、あの養老渓谷、あのまだまだあの一口に言っても、一口に養老渓谷って言ってもあのこの辺全体のことを言うんで、あのこのね渓谷エリアの、うん、でこれ今日ね、あのあと出世観音行って、でそうね、そこ撮影して、で一旦養老渓谷駅に戻ってですね、であの途中またあの小湊鉄道あの下車して、もう一箇所撮影できればと思ってるんですが、あのこの辺のね養老渓谷周辺いろいろ見て回ると面白いので、またここら辺もあの改めて、再訪して、また別の場所、撮影してみたいと思います。うん、よし、じゃあこのトップロープをアンドル・ザ・ジャイアントのように一またぎで、今危ないバランス崩しかけたわじゃあそんなところで、これがね読めないんだよね、ちょっと字が薄まっちゃってて、はい、そんなところです。人の心をですね、安らがせてくれる安らぎの里、公文堂跡からお送りいたしました。それではまた。